はい、皆様こんにちは、金ちゃんです。ご視聴ありがとうございます。私はただいまですね、高知県の宿毛市宿毛駅へとやってまいりました。はい、宿毛駅、お邪魔しております。こちらの車両は土佐黒潮鉄道8000系でございます。 TKT 土佐黒潮鉄道8021番。はい、こちらの8000系は、柳瀬隆さん、アンパンマンのね、柳瀬隆さんが描いたキャラクターですかね。はい、で脇にはね、新潟鉄工所土佐黒潮鉄道とも、ね、書いてあります。はい、ホームはですね、鉄骨の2面2線の作りでございます。はい、ホームはこういう感じでございます、ね。そんな、宿毛駅ね、パッとね、高知駅だったらね、わかるんですけどね、宿毛駅ってどこなのよっていうね、方いらっしゃると思いますのでね、地図出したいと思います。はい、ここです。はい。ではね、四国がね、わからない方はね、勉強してください。はい。高知県ね、ここですね、この南西部ですね。はい。高四国の西南西。うん。南西部、うん、の、終着駅が、ね、こちらでございます。はい、では、そんな、ね、線路は ここで、ね、終わってるんですけれども、じゃあどんな、ね、街の景色なのか、ね、お見せできればなと思ってますので、ちょっと、ね、ロータリー出てみたいと思います。はい、で特急がね、離発着もしてるんですけれども、特急は19時までありません。はい、で、JR 四万十、岡山行き19時までありませんのでね、19時までいられないので、はい、ではね、まあ、駅前のね、ロータリーどんな風になってるかだけね、見て終わりにしたいと思います。では、あ、閉められちゃったかな。もう切符ね、ちょっと持って帰ろうと思います。ちょっとね、画面ぶれますのでね、ご了承ください。はい、ありがとうございました。ちょっとここ閉めていいですか。はい、はい、お邪魔します。ね、駅の中はね、こんな風になってますね。で、有人改札でございます。はい、駐車場はね、北側南側とあって、はい、こういう感じでね、こっちが北側かな。はい、北側に止めてます。はい、で、こちらのね、まあ、皆さん大体みんなこっちから来るんですけれども、こっちの南側がバスとかね、お迎えの車、バスなんかが多いです。はい、ダイナもあるし、でセルフのガソリンスタンドあるし、ファミマもあるし、ギオンもあるし、大型スーパーもありますし、宿毛駅でかいんですよ。ね、国鉄時代の時はですね、高知から、高知じゃない、岡山からね、特急宿毛行きとかってあったんですけれども、今はね、分割運転になってますね。なので、列車で来られる方は、一回高知まで行って、そこから高知駅からまた2時間特急になって宿毛駅へという形ですね。
ね、あの長いのはあのかつてはね、あのど三線特急か、はい、あったんですけれどもね、でこっち引き抜けるとトイレはこちら側になってます。はい。なりますかね。岡山からのね、南風、南風ね、2000系レストラン終わっちゃいましたからね。そちらもね、YouTube のね、動画、岡山初ね、南風の動画もありますので、ぜひぜひそちらもご覧ください。またね、高知駅の動画出してないやつもあるんですけれどもね、またポチポチアップできたらなと思っております。では、以上で、土佐くろしお鉄道すくも駅、紹介させていただきました。またね、特急列車が19時発車駅で、だから取れないんですけれども、各駅停車ね、1両ね、取れましたので、走りもね、そちらもアップしたいと思いますので、どうぞそちらも、よろしくお願いいたします。では、このすくも駅をバックにこの動画を締めたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。